北浜ネクサビルドは、大阪府大阪市中央区北浜東4丁目にある、超高層ビルである、旧名称、大阪大林ビルディング。天神橋南詰めの大阪市東区京橋3丁目に、1971年1月23日に、大林組80周年事業として着工。2年の後期の後、1973年1月25日に、 大阪大林ビルディングが完成した。高さは120メートルで、西日本初の超高層ビルであった。大林組、大阪本店として使用してきたが、2013年5月に、中野島の大ビル本館に移転。2014年1月には、建物名称が、北浜ネクサビルドに変更された。黒い外観が特徴で、シカゴのシアーズタワーに似ていると建設当初から話題になった。 関西で初めてとなるダブルデッキエレベーターも採用された。各フロアはエレベーターホールを挟んで南北対象の配置となっている。設計は大林組の若手設計士藤縄正都氏が中心となって行われた。藤縄は後に同社の常務取締役に就任している。竣工当初は大阪で最も高いビルであったが、 竣工翌月の1973年2月19日には、高さ125メートルの大阪国際ビルディングが、竣工しており、その期間はわずかであった。1974年には、日本建設業連合会主催の、第15回、BCS 賞を受賞した。最寄り駅は、京阪本線、地下鉄堺筋線、北浜駅から徒歩6分。または、京阪本線、 地下鉄と庭町線天満橋駅から徒歩7分。ありがとうございます。